安城農業図書館は、かつて愛知県壁海軍安城町にあった私立図書館。安城町農会によって運営されていた。正式名称は財団法人安城図書館。安城の農業振興に力を尽くした山崎円吉三河国壁海軍の壁海大地には、江戸時代まで原野が広がっていたが、1881年に開通した明治用水のおかげで、 先進的な農業地域に変貌。壁海軍安城町で行われた多角形農業経営手法は、農業先進国デンマークになぞらえて、日本デンマークと呼ばれた。全国各地から農業関係者が安城町に視察に訪れ、農会が建設した安城町農会館、農事試験場、愛知県立農林学校、農業補修学校、明治用水などを見て回ったという。 1932年度、1933年度の視察者は年間1万2000人にも上った。日本列島だけでなく朝鮮、大連、カラフトなどからも視察者が訪れ、民間人だけでなく農林省や商工省からも視察者が訪れた。当時の農村部の青年の間で盛んだった娯楽には読書が挙げられ、娯楽設備としてラジオや図書館が望まれた。 1928年には全国各地で昭和天皇即位の礼に伴う記念行事、記念事業が実施され、安城町農会は図書館の建設を企画した。安城における図書館活動は1931年に安城町農会が財団法人安城図書館を設置したことを始まりとする。当時の農民は図書に接する機会に乏しく、 図書館設置の目的には農業知識の啓蒙や教養の向上などがあった。当時の安城町は赤字決算を続けていたため、自治体ではなく財政豊かな安城町農会は図書館整備を主導したのである。安城町農会は安城町を大技安城寺スーパーに226坪の土地を購入し、 1928年度と1929年度の2年間で1万6000円の経費を計上した。1927年春工の安城町農会館1930年8月17日、パ鉄ツ七70坪、延べ床面積120坪、木造2階建ての洋館として安城農業図書館が春工し、落成記念式典には農林省農務局長なども参列した。 図書館の建物はかつて壁海軍警察署として使用されていた建物であり、安城町農会が払い下げを受けて移築したものである。壁海軍教育会より譲り受けた図書が造車の中心となり、これに安城町農会が購入した図書と寄贈された図書が加えられた。文部省社会教育局による1927年の図書館一覧によると、当時の壁海軍一機には、 高浜町立高浜図書館、伊佐見村立小垣江図書館、伊佐見村立高棚図書館、伊佐見村立野田図書館、伊佐見村立半校図書館の五館があるのみだった。自治体農会が運営する図書館は全国的に見て珍しく、農業図書館の名を掲げたものは他に例がなかった。百三十一年一月四日には、岡正夫愛知県知事から図書館設立許可を得て、 正式に開館。安城町農会長が初代館長を兼任し、安城町農会館時が初期を兼務した。1932年6月には、非常勤の司書が配置され、1933年度には、常勤職員が配置されて、本格的に開館した。4月1日には、考え貸し出しが開始され、休館日は月曜日のみ、冬季は9時から16時。 下記は8時から17時まで開館という開館規則が確立した。当時の考え貸し出し制度は最大2冊、最大14日間であり、保証金3円を預けることで考え貸し出しが可能となった。1階は辞書や雑誌類の書家がある一般室、自動室や書家がある予備室、書庫、事務室、応接室などであり、2階は会議室だった。 1933年には、自動用図書も購入されたが、自動用図書は、館内閲覧に留められた。農業に関連する図書や雑誌が多く、文学では、古典文学や近代文学の全集が多かった。安城農業図書館では、日本中新分類法に準拠した図書分類が採用されている。利用者は、作品簿から読みたい本を選んで、図書閲覧表に記入し、 係委員が、書庫から図書を出して利用者に手渡した。1932年には、計50日の開館日に600人が図書を閲覧した。1933年1月に、初めて作成された、蔵書目録に記載されている雑誌は、以下の通りである。キング1933年の購読雑誌一覧、各府県労会法、帝国農会法、帝国農会事法、 現代、改造、キング、ダイヤモンド、日本演芸雑誌、安城町農会法、安城農法、演芸、流法、中央仏教、養計の日本、実業の日本、課金タイムス、農芸及び演芸、子供の科学、昆虫世界、地理歴史、安城図書館蔵書略目録1933年には、農会が主導して、青年団を中心にして、 安城町読書組合を立ち上げた。農会は青年団の会員に対して図書の無料体質表を提供して貸し出しを奨励し、読書組合では林読会、座談会、収容会などが定期的に開催された。同年には安城町内に5校あった尋常小学校内の青年団分団に巡回文庫が設置された。これらの活動の指導者は 山崎延吉である。1935年には文部省によって有料図書館として表彰されている。1936年には2階の一角に農業参考室が開設され、農機具や農業資料などが展示されて資料館としての役割を果たした。1934年の統計によると貸し出しを受けることができる読書組合員は657人。 貸出冊数は13,797冊であり、一人当たりの貸出冊数は21冊に達した。1935年3月11日には有料図書館として表彰され、表彰を記念して8月26日に農会館でも要された安城図書館読書大会では、岡崎市立図書館の柴田健成館長が講演を行った。 1932年度の蔵書数は4108冊、閲覧人数は600人だったが、太平洋戦争前の1938年には、蔵書数8141冊、閲覧人数1513人と、閲覧人数がピークを迎え、1942年には、蔵書数1382冊、閲覧人数5248人となった。 選挙区が悪化した1943年には一部の増床3箇所に分けて疎開させた。同年9月15日には農業団体法が施行されたことで安城町農会が廃止され安城農業図書館は閉館となった。1947年7月安城農業図書館の建物は安城管理裁判所庁舎となった。この建物は安城市に残された。 明治期唯一の建物であり、文化財としての保存を望む声も強かったが、1972年に簡易裁判所の移転が決定すると解体されることになった。最終的に建物は安城市農業共同組合の手に渡り、安城市農協は跡地に電化センターを建設する計画を発表した。その後、安城農業図書館跡地には、 安城市永安城駅西駐車場東暇等が立っている。ありがとうございます。